エフランの人たちがやらなきゃいけないそういうことで、はい、バジェットとかブッドゲットっていうのが次の週になったら全部リセットボタン押されてこんだけ言ってもやらないです。ということで始まりましたボジェチャンネル。さあ今回はやってまいりました、はい、どうもボイズ松本です。トイック950点プロジェクトやってるわけですけど、はいはい、勉強は進んでますか？そうですね、もう、まあ、菅野なんでちょっともうキャンプインしちゃったんで、はい、今ちょっともう宮崎ではキャンプインしちゃったんでちょっと、はい、キャンプが始まってちょっと忙しいんですけどね、はい、まああのトイックの勉強も、はい、やってるっていう感じなんですね、はい、そんな中でまあで、はい、いろいろベーシスやってて、はい、まあうちの弟子ってやってるわけなんですけど、ね、はい、いろいろやっぱ質問来てるじゃないですか。そうですね、LINE でね質問募集してたんで、はい、質問あったらで答えてるわけですけど、そうですそうです、はい、そこでねトイックに関するものも来てたんで、はい、そううちのチャンネルにやっぱトイックもやっておかないと、はい、そうですね、いけないと思いますので、はい、その質問でやっぱり超レベルが低い人、うん、どうしたらいいんだというのがう、まあね、結構あったと思う、はい、多いですね、助けてあげなきゃいけないそうですね、はい、なんですが、まあ、どうなの、エフラン大学なんですけどどうしたらいいの、200点とかなんですけどどうしたらいいのっていうのに答えよう、ね、そうですね、じゃあエフランの人たちがやらなきゃいけないトイックの勉強、はい、3選ね、今日はぜひ教えてもらおうと思うんですが、はい、やっぱりエフランのサルどもがですねまずやるべき3つのうちの1つ目は何かっていうと、まずこれはみんなやってると思うんですけど、まず単語を覚えるってことだと思います。はい、そうなんですよね、なかなかそれが ね難しいんですよ。で200とか300のねサルどもに限ってキンフレとか使っとんですよねいやもうそのレベルちゃうやろという、あ、はいはいはい、もっと下の本当に基本的な、まあ、それこそ中学生でも知ってるようなですね、はいはい、単語からやっぱ覚えていかないといけないっていうことをと、まあ、プラスで、まあ、これも非常に重要だと思うんですけど、もうみんな意味ばっかり覚えようとするんですよね、はいはいはい、で確かに意味それは覚えてないと絶対ダメだと思うんですけど、うん、意味と同じぐらい大事なのがやっぱり正しい発音と正しいアクセント、うん、まあ、音を覚えるってことも同じぐらいやっぱ意味と大事なんで、うん、そこをやっぱりセットで覚えて一つでも多く覚えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。まあリスニングある試験ですからね、はい、本当にまあマジで適当にやってる人多いですからね、はい、そうですね、バジェットとかブッドゲットっていうのあのよくあるミスですけど結構びっくりしたのが wrong ね、あの、はいはい、間違って誤ってるって、はい、あの形容詞のあれが warong 言ってる人いて何それって。なるほどね、やっぱりそういうのって結構多いわけですよ、はい、やっぱ英語できない人ってそうやって覚えちゃうんで、はい、好き勝手覚えてしまって、うん、で当然発音記号なんて分かんないので、そうそうそう、なんできちんと音声のあるものを使ってですね、うん、そうですね、やらないとダメですよね。もう猿どもに発音記号覚えるとか言いませんからもうそんな無理なんです。そんな覚えてる余裕あったらもう CD のネイティブの音声を聞いてもう完コピしちゃうっていうのがいいと思うんですよね。なるほど、そうやってやるのが、はい、まず重要であると、はい、そうですね、単語の意味だけじゃなくて、そうですね、それを忘れるなっていうのが、はい、それを絶対に忘れちゃうんですね、はい、超重要、はい、そう、これ本当にね上のレベルの人たちはそんなの当たり前だよとかって言ってるかもしれないですけど、そうですね、本当にやらないですから、本当に下の人はやってないですからね、マジでやらないですから、単語テストとかマジでやらないですこんだけ言ってもやらないですね、きっと本当にいろいろ数々やってきましたけど、私もいろいろ教えてきてフラン大学でもね教えてきましたけど、まあ単語テストやってこないです、めちゃめちゃ範囲狭いで前で寝るんでしょ、こっちはそれが一つ目ですね、はい、はい、では二つ目は、はい、二つ目がですね品詞を覚えるってことですね。あ、はい、はいはいはい、そうですね、品詞から逃げてる人多いですね、はい、もう名詞形容詞、まあ名詞は分かると思うんですけど、はい、形容詞と副詞の違いって何って聞いて、うん、就職後みたいなことぐらいしか答えられなかったり、うん、でもっと言えばやっぱりエフラン大学の人たちで就職ってなんかよく分からずにここまで来たみたいな、はい、そうですね、いう人もやっぱり多いので、やっぱりこの品詞って何とか聞かれたら、あ、これはこうこうこういう役割でとか説明できるし、単語ごとの品詞もちゃんとこう派生語として、うん、やっぱり、まあ、簡単なものからでいいんで、やっぱり覚えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。そうですね、品詞は本当にダメですよ、ね、品詞もわからないまま、うん、就職もわからないまま品詞の状態で就職されても困るんで
そうですね。就職できないですからね。本当にそう。就職が分かんなかったら。就職。もうどっちの就職かちょっと今ごっちゃの就職就職しちゃう。もう本当に分からないまま行っちゃうんで。本当に四択の選択肢で品種が違う問題でもう見た瞬間答えれるのにもじーっと考えて乗る人とか、本当にもうそんな一生点数上がらないと思うんで。ちゃんとね、それできるようにしてください。あと大事なのは語尾ですね。単語の語尾覚えていくっていうのが大事になりますので。そうですね。この語尾だったら何詞になるのか、うん、で何詞って言って出てきて名詞だったらどういう役割でどの位置に入るかですね、うん、空欄のどの位置に入るのかっていうのをきちんと知っておくっていうのはこれが第一歩ですね。だからまあ大学入試ではあんまりそういうねどの位置に入るかってやんなかったりするんですけど、トイックってすごい重要、うん、で普通に難しい大学行ってる人とかももともと知ってるんでそんなの。そうですね。勉強してきて、うん、でも不乱の方々はなかなかそうですね知ってることではないので、うん、やらなきゃいけないです。そうですね。自分で説明できるレベルってめっちゃ大事です、うん、そうです。もめちゃめちゃ大事です。なんたってもう彼らは次の週になったら全部リセットボタンを押されてきますから。鶏ですね。もう本当に散歩だったらコケコッコ。いやもうそれもね、僕はだからファミコンって言ってますから。ファミコン。セーブ機能がついてない時代のファミコンだって。ファミコンね。完全にリセットされてやってきてしまう。すぐ忘れちゃう。すぐ忘れてしまうっていうね。なんで何とかしてあげないといけない。そうだからね、まあ大学とも結局週1の授業とかは日本はそうなってるんで、うん、そうですね、向かないんですよねトイックの勉強に。じゃあ3つ目は、はい、3つ目がですね、設問をしっかり読めてかつ何を聞かれてるのかっていう意図を正確に把握できるってことが大事だと思います、ね、はいはいはい。そうなんですよ。これも非常に大事ですね。フラン大学のフランとか言っちゃう、そんなにいっぱい言っちゃう。そうそうですね。もうなんめちゃめちゃ一生分ぐらい言ってます。ピーランピーランピーラン大学の方余計最悪ですよ。やっぱり設問が読めないんで、うん、設問も読めない状況じゃ困る。そうですね。設問で何聞かれてるか、それがよく分かってなかったりとか、それこそ森哲先生の森哲師匠の、はい、あの単語帳のね巻末に音声 MP3 もあるし、そう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 、品詞についても書いてある。最後のね付録のところにこういうねこの見えるかな、まあ、こういう風にですね、はい、あの設問で、まあ、こういうパターンがもう聞かれるよともうほぼ網羅されてるんで、まあ、これに載ってるように、まあ、こういうこと聞かれてるんだっていう、まあ、日本語訳を分かるようになるだけでもいいですけど、まあ、多分おそらくそのね P ランの猿の人たちはやっぱり示唆してるっていうのを聞いて、はいはい、示唆ってどういう意味ってもなっちゃってると思うんで、そうですね、だからちゃんと日本語で何聞かれてるかっていう日本語でしっかり理解するってことがやっぱり大事ですね、うん、そうですね。日本語分かるっていうのは大事ですね。で、まあ、まずこういうふうにまとまってるのを見たりとか、うん、あとはまあ公式問題集とか、はい、テキストになってる大学すごい多いと思うんで、うんうん、そこで公式問題集に載ってる設問を見て、うん、設問分かんのかって、ね、うん、3、4と7、そうですね、だって設問分かんないと読めないし、リスニングなんて設問は一生懸命読んでたらもう音声流れておしまいですから、そうですね、はい、そういうのをやらなきゃいけない。そうですね。で、まあ、実際このね師匠の、まあ、ここの設問のねここちゃんと覚えられてたらもうリスニングでね先読みもできちゃうんでね。そうですね、はい、先読みパッとパッと見て、あこれ聞かれてるんやって分かっちゃうんで、まあ、もうそれ絶対やっぱり理解しないといけないと思います。絶対やっといてください、はい、ね、ぜひ、まあ、LINE の方にですね、はいはい、概要欄にありますので、そうですね、はい、そこに送ってもらえればと。はい、でそんなポイズンさんもでも自分でもやってるわけですから、ね、はい、勉強。そうです。講師も学ばなきゃいけないですからね。いや本当にこれ見て、あ松本もやってるんやってね思って、ちょっとやる気出て一緒に頑張りましょう本当に。はい、はい、ということで今回は、ポイズン松本に、はい、トイック全然できない200点台なんですけどっていうですね、はい、サルラン F さん、サルランね、サルラン大学の F さんたち、はい、どうしたらいいのかっていうのきました。はい、ありがとうございました。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですねかなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。